どうもシュートです。さあ今回はですね、まあドログバさんの動画なんですけれども、まあとある人のね配信を見てたんですよ。シュートっていうねウィーリー YouTuber のイフト YouTuber の配信を見てて、いやドログバ微妙なんかなと思ってたんですよ。やっぱコメ欄もそんな感じになってて、ああじゃあまあ別に強くないんかっていう感じやったんですけれども、とある戦術をするとですね、やはりめちゃくちゃ強かったんですけれども、それがですねこちらのですね、もうクロスバンバン上げちゃおうスカットですね。もう配信の後にねちょっと1試合だけやったんですよ。そしたらめっちゃ強くて、ちょっと試合の映像を撮ってたんで、ちょっとそれを先見ていきましょうか。はい、まあちょっとこんな感じで、まあ若干ピルロとかは入ってないんですけれども、こんな感じのメンツでやってました。はい、ではまず一つ目のシーン、はいここですね、メッシとフィーゴ、はいパス交換しながら、さフィーゴこれ、ね、ドリブルめちゃくちゃしやすいんですよね。なんかこの猫背ドリブルが超良くて、でここでマルディーニもかわして、はいインパクトクロスでドログバ、まあこれはちょっと惜しくもキーパー正面行っちゃいましたけれども、まあまあいい形と、でまあ可能性感じるなーって思ってて、次左側からの左サイドからの攻撃ですね。メッシとネイマールでワンツーして、さあドログバにフラッシュ、はい空振ると。ここまで見るとね、ちょっとおいおい微妙なんかって思ってたんですけれども、はいここでインパクトでズドーンと。やっぱこのヘディング力ね、やっぱこれはドログバにしかないものなんじゃないかな。ではい次このシーン、はいここでカゼミーロパスカットして、はいワンパで落とします。このワンパ持ってますからね。でメッシからパス受けて、このシュートと、いやいいシュートも打ちますよね。やっぱ真ん中で、まあ、こういう風にポストプレイ役させてたら、まあ、すげえ使いやすいんじゃないかなって思ってて、でもコツもつかみ始めたなっていう時ですね。42分ぐらいなんですけど、はいフィーゴ走らせて、はいパバールからパスもらう、でここでクイッと前出て、はいインパクトクロスでドログバ前に入ってきて、このニアヘディング、いやちょっと強すぎないかな、ほんまにちょっとゴリゴリよね。まあこの使い方しかできないのはできないですけれども、やっぱ今作このサイド使う意識っていうのはすごい大事なんでね。ほらまた点取れたように、こうやってサイド使ってたら点も簡単に取れるんでね。そういう面でドログバこのフォーメーションいいんじゃないかということで、ちょっと試合やっていきますか。まあ能力値に関しては、まあドリブルとかあんまできひんけど、やっぱ抜け出しのセンスは良くて、まあ決定力とかあんま振ってないですね。でまあスピシュンぼちぼちでフィジコン90まで上げました。まあ元から89はありますね。でまあミドルワンシューとかヘッダー持ってて、ワンパも持ってると、でエアバトルも持ってるんで、本当に空中戦強いんだなと思います。まあとりあえず試合やっていきましょう。さあでは1試合目調子は普通と、じゃあこんな感じでいきましょう。ワイズさんのスカットは4213ですね。では1試合目やっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。さあまあ言うてさっきのね、あの試合の映像でクロスめちゃくちゃ強いのはちょっと見せられましたけど、さあいきなりさあフィーゴ抜け出したけど、ちょっとなんかこれ時間かかっちゃったな。いやーなんかミスった、もったいないね。あの辺なんかねスルーすんのほんまやめてほしいよね。さあここはい奪って、はいピルロ、まあできるだけ右側から攻めたいですね僕は。さあデブライネで、さあフィーゴ使って、さあここはいドログバー、はいヘディング、あっ強っ。なんで今の入った、ちょっとクロスもエグかったけど、ちょっとヘディングもっとおかしいぞ。なんかしゃがんでヘディングしてましたよね。なんならちょっと首グッてなんかへっこましてしてたぞ。おーナイスキーパー、あーちょっとやらかしちゃいましたね。でも一発目チェフ止めてくれたから、ちょっとチェフの信頼度は上がったかもしれん。あこれ開いたね、こう開いたらもう出しちゃってインパクト、ナイスシュー。でこのドログバー真ん中にいさせ続ける作戦やった、めっちゃいいな。やっぱサイドの選手だけでも、まあ、ドリブル数値高かったら全然やれると思うんで、サイド主体で攻めてたらね、最後に真ん中にパスしてあげるってだけで良さそう。じゃあちょっと危ないぞ、ここしっかり寄せよ。オッケーナイスキーパー。さあチェフはテイダンドパンドキック持ってますよと、はいドログバ預けて、しっかり空中戦負けない。さあ前開いた、いや強いよ。ちょっと待って、あこういう使い方やったんや。ちょっと俺配信で使い方ミスってたわ。なんかめちゃくちゃいいフトが簡単になったんやけど、なんか気持ち悪い。いやこれ無理やり輝かせようと思って輝かせてはいるけど、全然この戦略というか戦術もマジでいいぞ。はいここで奪って、ちょっとフィーゴ使いまして、でもこれドログバ空いてんじゃない？フィーゴパスうまいですからね。もうこれダイレクトで、何してんの。ダイレクトインパクトはやってくれませんでしたね。さあここデブライネ、はいフィーゴで、はい、あーちょっとネイマールになっちゃった。ネイマールでもいけんのかい。おっとここでまあ切断ですかね。ちょっと選手がなんか挙動不審になっちゃいましたね。よしでは2試合目いきましょう。1試合目はちょっとね爆発しちゃいましたね、本当にドログバさんが。まあ2試合目も頑張ってもらおう。あーこれちょっとスルーパス出せたかも。でももうちょっとサイド持っていって、フィーゴで1回溜めて、あー違う。さあパバール、デブライネ、生きて無理、あーいけるな。さあフィーゴ、ちょっと待ってよ。フィーゴでサイド行って、もうやらしい戦い方やな、ほんま。さあ、ドログバ。ちょっと、まだある、まだある、ドログバ。
ヘディング、あ、強すぎ。ちょっと首の筋肉どうなってるん、ほんまに。今の緩いボールでも全然決めてくれるやん。これぞ理不尽って感じやな、ほんまに。はい、さあパバールから、はい、サイドから攻めていきますよ。サイドから、はい、しっかりワンツーして、さあこっちデブライネ使って、フィーゴ使って、ここ普通のクロスでいいんじゃない、普通のクロスでドン。はい、デブライネで、さあドログバ、はい、ピルロ、はい、ドログバで右足ズドン。いや惜しいな、まあまあ入ったでしょう。いやナイスキーパーすぎん、ドログバ頑張れ。いやくっそ、ちょ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 い。はい、パバールで、はい、前出てきて、さあドログバパス後入れの、はい、デブライネ、ドログバでシューキャン入れて、インパクト左足。いやーずるい。ちょっと選手1枚かわしてシュート打とうとか、そういう使い方だったらもうロマーリオでいいんでね。こういうとこデブライネ、はい、フィーゴとかで、はい、つなぎながら、はい、ワンパワーできますよと。でこっちもう一回逃げて、でここでインパクトでヘディング、あー惜しい。もうでもやっぱ今の頭が一番可能性感じるからね、もうそんな感じで使っときゃいいのよ。さあもうこれインパクトじゃない普通ので、あーちょ外すな。はい、ドログバ、はい、ここデブライネ使って、さあ抜け出したけど、もうそれは無理やから、さあもう一回フィーゴ使って、ドログバでヘディング。いや何そのキーパーの動き。いやちょっと今意味わからん動きしててんけど、っていうかでもこのクロスゲー強すぎやろマジで。いやフィーゴがねめちゃくちゃいいわ。なんかドリブル上手い上にね、クロスのパスの数値めっちゃ高いし、ピンポイントクロスとかも持ってるから、超なんかクロスゲーできる。クロスゲーには必須選手の右ウィングかもしれんわこれ。さあデブライネ、はい、ドログバ預けて、さあ左から攻めていく、はい、ここ出してあげて、まあーミスった。まあちょっとこの試合は2点しか決めれんかったけど、でも惜しいシーンはめちゃくちゃあったね。うん、クロスの本数9本とやりすぎ。さあではラスト3試合目やっていきましょう。1、2試合目とね、もう頭で大暴れしてくれてますけれども、もうねあの試合の最初の映像も合わせたら何点決めてんのかな、もうほんとすごいよね。さあここ、はい、ネイマール、はい、ちょい一回預けの、あーもうこういう使い方は良くない。さあここ、はい、フィーゴちょっと溜めて、そんな寄せへんかった相手よ。あー外すん。ヘディングのインパクトとかも使っていったら結構いいんかな、意味あるんかはちょっと分かんないですけど、コーナーの時とかたまにやっちゃいますよね。さあ浮かんでかの、ちょ待って、ムバッペ足えぐ早ない。さあフィーゴ、ちょっとフィーゴお、フィーゴマジでいい。さあここ、あーなんかちょっとピルロになってるって、あーディディエ、おおナイス。いや今のはちょっとかわいそうやけど、まあナイスプレーってことにしとくか。なんかブロックしてくれましたね。まあこれもエアバトルなのか、まあ何でもそうやって言えそうですけどね。さあデブライネ、さあドログバ、うーわオフか、あーちょっと良くないぞこの守備。さあちょっとここで寄せるフリシーの入ったわ。もう全然攻撃に集中しすぎて守備が全然できてない。さあデブライネ、はい、フィーゴかわして、さあフィーゴ前向きよくえぐい、あーちょっとデブライネになっちゃった、あードログバ、あーナイスシュン。ちょっと前半2位1と負けちゃってますけれどもね、ここから挽回していきましょう。ちょっとドログバめがけて、あーここいやネイマールになっちゃった、あーナイスシュンの、あー決めて、あーネイマールとかでも案外ちゃんとヘディングしてくれてるんよな。さあフィーゴ、あこれは抜けたんじゃない、いや体強。いや今の潰されへんのはやっぱロマーリオとかムバッペにはないところやわ。ちょっともう手で押しのけてくれた感あるね。フィジコン90までもいったらね、今の現環境のセンターバックより余裕で高いからね。ちょっと運ぼうかネイマールで運ぼうか。さあ縦ドログバ空いた、ちょっとあ危ない、ドログバ怖い、はいこっち横パス、いやーちょパスコースみんな作ってくれ頼む、オッケーナイス。さあはいデブライネ、ネイマール空いたんじゃない、ドログバヘディング、ナイスデブライネ、いや完璧。いやシュートのヘディングだけでなく、しっかりとヘディングでパスアシストもできると、いや今のは素晴らしいねほんまに。じゃちょっとキエーザとルンメニゲと、あとはそうやなメッシ入れていこうかな。で右側にピルロ置きましょう、クロス上げるチャンスなんて山ほどあると。さあピルロ、はいここオードログバナイス動きだし、これはもう、あちょ遅、やっぱ油断したらトロサが来るんよね。これやっぱボディコン低いからしゃあないんやろうけど、ムバッペえぐくないっすか。このあいつさんのムバッペどんだけスピード瞬発力に振ってるんかめっちゃ気になるわ。ちょっと異次元に足が速い、ちょっと絶好調とかなだけなんかな、にしてもやばい気がするんやけどな。さあピルロでこっち向きのクロス上げません、まだ上げません、はいこれ空いた、はいここドログバ、あー強いけど、いやー決めろ、オッケー。いやーマジで空中戦全部勝っちゃうな。ちょっとエアバトルとこのフィジコンやばいんかも。ちょっとピンチ続いてるよ、
さあここしっかり寄せて、あーそれ通るよな。うわナイスキーパー。いやチェフやっぱいいわ、なんかねいい気がするほんまに。さあメッシで、メッシじゃないキエザか、キエザ足早い抜け出して、さあキーパー寄ってきていいよ。さあここドログバでオッケー。いやちょっとチェフの貢献度もえぐいっすね。これは意外や意外、大有料ガチャかもしれん。めちゃくちゃいいガチャやった説あるぞ。さあピルロ、あー惜しいな。いやキエザナイス抜け出し、もうこれまたドログバにスルーパス出すだけ。はいドログバ、はいナイシュー。まあまあ6対3ということで対戦ありがとうございました。この試合だけで何点取ったよ、5ゴール1アシストぐらいしたんじゃない。まあちょっと今回はね柄にもなくクロスガンガン上げていって、ちょっとドログバをなんとか活躍させようって感じでやってましたけど、こういう3トップとかでサイドで細かくタッチできてドリブルでかわしていってクロス上げれる選手を置いとけば、もう真ん中でね触るだけで点取れるみたいな位置だったらすごい強かったんで、ちょっと見直した感はありますね本当に。まあヘッダーとエアバトルのこの2つのスキルがマジでねドログバの高身長のいい味をめちゃくちゃ出してくれてるんで、もうクロスゲーには最適な選手でしたね。まあ全員が全員獲得必須級な選手ではないですね正直。真ん中で細かく繋いでいける人にとってはね全然必要のない選手だとは思いますけど、攻めるのが苦手でクロスとか結構使っていきますって人にとってはねめちゃくちゃいい選手だと思うんで、そういうクロスゲーやりたい方やクロスが得意な方っていうのはね獲得必須級と言ってもいいぐらい強かったと思います。それでは今回ここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。